きさん、はい、まあなかなか女性から言いづらいのかもしれないけど、この子はブスだよねっていうのはどんな子ですかね。謙遜しまくる人かな。例えばさ、男の人が一生懸命褒めてくれる場合あるでしょ。今日も綺麗ですねとか、あ、素敵ですねとか言われた時に、もういやいや私なんてっていう、こうマイナス思考の人、そんなことないんです、全然ですみたいなの言ってたら、やっぱりせっかく褒めてくれた男の人の褒め言葉も台無しになっちゃうじゃない。私なんかはさ、それをさ、なんかテレビで見たんだよね、その情報。断るって失礼なんだと思って、ありがとうってすごい受け止めるよ。マキさん綺麗だねって言われたら、 ありがとう、もう否定しないもんね、私なんてだから否定しない方がいいみたい。そういうのって受け止めた方が男性のためにも、褒めてくれた人のためにもいいみたいよ。うん、そうですね、うん、もうちょっと突っ込んで、ああこういうのはブスだなっていうのをなんか言ってもらえませんか。男の人が自分で先に行っちゃって、女の人が行けない場合とかもあるじゃない。それで終わっちゃうってことってあるじゃない。それはね、ちょっと独りよがりだと思うんだけど、それって逆バージョンもあると思ってて、女の人が先に行っちゃって男の人がそんなに行けないみたいな、あるよね、独りよがり。そう、独りよがりは男性が喜ぶ独りよがりかもしれないですよ。喜んじゃうの。じゃあブスじゃないね。